ラリー公演は、アメリカ合衆国の映画監督、脚本家、プロデューサー。他人のための制作と、脚本もあるが、公演が最も知られているのは、低予算ながら、創意に富んだホラー映画、スリラー映画の監督としてである。ニューヨークの生まれ。幼い時に、ブロンクスクリバーデールに移り、ニューヨーク市立大学シティカレッジで映画を専攻した。 プロとしてのスタートはテレビで多くの番組の脚本を書き、カルトドラマの古典、荒野の流れ物、インベーダーを作った。1972年、初の長編映画、ボーンを制作、監督、脚本。1973年には、フレッド・ウィリアムソン主演のブラックスプロイテーション映画、ブラックシーザーを制作、脚本、監督。1974年の、 薬害のため鋭い歯を持って生まれた赤ん坊が人間を襲うホラー映画悪魔の赤ちゃんで注目を浴びた。チープではあったがその皮肉なブラックユーモアと赤ん坊の両親のジレンマは特筆すべきものがあった。赤ん坊の父親である主人公は最小親子の縁を切るが後には赤ん坊が明らかに反社会的存在であるにもかかわらず保護しようとするのである。 音楽を担当したのが、バーナード・ハーマンだということも注目に値する。なお、この映画には、悪魔の赤ちゃんに、悪魔の赤ちゃん三禁断の島という二つの続編がある。空の大怪獣9では、アステカの神ケツアルコアトルが復活して、ニューヨークのマテンローを飛び回り、人心獄をさらう。マイケル・モリアーティ、デビッド・キャラダイン、キャンディ・クラークという才能ある役者を得た。 この映画は、公演作品の中でも最も洗練された映画の一本で、ある。一方、公演作品の中で最も難解で、かつ最も暗い映画は、ディーモン悪魔の受精卵だろう。主人公は悩みを抱えたカトリック教徒の刑事で、神がそうするように言ったと言って、普通の人々が、心安らかに引き起こす殺人の謎の流行に、直面する。この映画は、SF。 ホラーに宗教的な風刺が混ざり合ったものである。1987年、公演はスティーブン・キングの呪われた街の非公式な続編、新、資料伝説を作った。主演は公演映画のレギュラー、マイケル・モリアーティと映画監督のサミュエル・フラー。公演は厚かましくも、吸血鬼が住むアメリカの小さな村という基本設定だけ使って、 キングの登場人物すべてを放り出し、小さな町の俗物根性と偽善を皮肉った。邪悪な吸血鬼の王も、汚い保守的な政治家のように描かれる。モンスター映画だけでなく、ザ・プライベート・ファイルズ・オブ・ジェイ・ドガー・フーバーといった、電気映画も撮っている。FBI 長官ジェイ・ドガー・フーバーを性的に抑圧された、変質強的な古代妄想者として描いている。 スペシャルエフェクツ謎の映像殺人は、警官、殺人者の映画監督、主演女優の身代わりとなる、女のねじれたストーリーである。アンビューランスは、エリック・ロバーツ扮する、主人公が、突然いなくなった若い女性を調査する、ヒッチコック風の娯楽作品。1996年には、サイド・フレッド・ウィリアムソン主演で、ブラックスプロイテーション映画、ホットシティを、制作。 監督。時間のなさと低予算のせいで、公演の映画は撮影も編集も雑だが、公演の自由奔放なアプローチは、例えば、ザスタッフの冷徹な食品会社のように、メジャーではなかなか扱えない対象への風刺的な攻撃を可能にしている。悪魔の赤ちゃん三禁断の島では、キューバを悪魔に見せようとするアメリカをも、痛烈に攻撃した。公演は、 サミュエル・フラーの影響を強く受けていて、現在、フラーが昔所有していた家に住んでいる。ここ数年、制作と監督の仕事は激減して、脚本に専念している。1998年までは低予算映画か、テレビ映画のために書いていたが、フォーンブースの脚本は、ハリウッドのメジャーの関心を集め、激しい入札争いの結果、2002年、 ジョエル・シュマッカー監督、コリン・ファレル主演で映画化された。2004年には、もう一つのテレコミュニケーションを題材とした、スリラー、セルラーの原案を担当している。2019年3月23日、ビバリーヒルズの自宅にて死去。77歳没。2003年、公演は20世紀フォックスとの訴訟の家中にいた。公演と制作のパートナー、マーティンポレは、 20世紀フォックスの映画リーグ・オブ・レジェンド軸を超えた戦いは公演のキャスト・オブ・キャラクターズを意図的に盗作したものであると訴えたのだ。公演とポルの主張は次のようなものである。1993年から1996年にかけて20世紀フォックスに公演とポルは その企画を持ち込んだ。20世紀フォックスは、公園とポルトの契約を切った後で、独自のタイトルでプロジェクトを進めた。20世紀フォックスは、盗作逃れの縁幕として、人気漫画原作者、アラン・ムーアに、その原案に基づいた、グラフィックノベルを書かせた。裁判は、結局時短になったが、この時ムーアは、ビデオリンクを通して10時間以上の証言を強いられた。 それゆえ、20世紀フォックスが、最終的に和解に合意し、時短を決めたことには失望したと言われている。それは、暗黙のうちに罪を認めたことになり、結果的に、ムーアの人格を明白に抽象したことにもなるからだ。その後、映画のプロデューサー、ドン・マーフィーは、時短に応じたのは、保険会社で20世紀フォックスではない、20世紀、フォックスは、 朝廷に応じる気はなかったが、そうするよう勧められたと明かした。詳細は、EN キャストオブキャラクターズ VS ザリーグオブエクストラオーディナリー・ジェントルメンロース等ー、参照。ありがとうございます。